大島渚、さ、大島渚、さ、大島渚、ぎさ、1932年3月31日から2013年1月15日は日本の映画監督、タレント、俳優。1932年、昭和7年3月31日、岡山県玉野市で生まれた。父方は長崎県津島、先祖は津島藩市。母親は広島県呉市出身。 父親は、農林省の水産学者。仕事の関係で、瀬戸内海を転々とし、カニやエビの研究をしていた。なぎさという名前もそこから付けられた。6歳の時、農林省の水産試験場の馬場をしていた父が、死去し、母の実家のある京都市に移住した。その後、旧正京都府立第二中学校、現在の京都府立鳥羽高等学校に入学したが、 学生改革とその後の学校再編に伴い、京都市立洛陽高等学校、後の京都市立洛陽工業高等学校。現在は移転の状況と市立伏見、工業高等学校と統合し、京都市立京都工学院高等学校に移った。1950年、京都大学法学部に進学。同窓には、推理作家の枠春さん、建築学者の上田厚也。 俳優の辰見拓郎の父親がいる。在学中は猪木正道に指示した。また、京都府学連委員長として学生運動に携わり、全日本学生自治会総連合、米田と与木委員長と共に、兄弟天皇事件、1951年に山津浦、例が奉公処分になった、公人教、事件、1953年などに関わった。法学部助手試験は、 不合格となった。その際、初期には、君に、学者は向きませんよと悟されたという。また、在学中に、劇団、創造座を、創設、主催し、演劇活動も行っていた。京都大学卒業後、1954年、昭和29年に小区に入社。大船撮影所で、大場秀夫や野村義太郎などのもとで助監督を、務めた。 1959年、昭和34年、長編、愛と希望の街で映画監督としてデビュー。同作のタイトルは当初、鳩を売る少年であったが、松竹幹部から題名が暗くて地味だと指摘され、妥協案として落差を表した愛と悲しみの街という会題を提案したが、公開時には本人の知らないうちに愛と希望の街へと変更されていた。 翌1960年、昭和35年の、青春残酷物語や、太陽の墓場といったヒット作により、篠田正宏や吉田喜重と共に、松竹ヌーベルバーグの騎士として知られるようになった。しかし、自身は、そのように呼ばれることを望まなかったという。1960年、昭和35年10月、日米安全保障条約に反対する。 安保闘争を描いた日本の夜と霧を発表。しかし、同作は公開から四日後、小畜によって大島に無断で上映を打ち切られた。大島はこれにも抗議し、1961年、昭和三十六年に同社を退社。同年に大島と同時に小畜を退社した妻で、女優の小山明子、大島の女監督で、その後脚本家として活動する田村武氏。 同じく脚本家の石堂敏郎、俳優の小松宝生、東浦六博氏の六名で映画制作会社、創造者を設立した。その後、同社には俳優の渡辺文雄らが加わった。この間、1961年秋に新州上山田温泉であんまを呼んでも来ないことに、豪をに癒し、宿の女中を殴打するスキャンダルを起こす。この事件により、 松竹ヌーベルバーグ運動は終焉を迎えた。1962年、昭和37年の天草四郎時貞の興業失敗を契機として、テレビの世界にも活動範囲を広げるようになった。1963年、昭和38年の元日本軍在日韓国人、昭和軍人会を扱ったドキュメンリー、忘れられた皇軍は話題となり、 翌1964年に脚本を務めたテレビドラマ、青春の深き淵よりは芸術財文部大臣賞を受賞した。その他にも日本映画の100年、1995年など20本以上のテレビドラマやドキュメンタリーを手掛けた。テレビでの仕事を通じて進行を深めたディレクターの一人に実相寺秋夫がおり、後に映画監督として、 創造者系の脚本家と多くコンビを組んだ。1960年代後半には、白昼の通り魔、1966年や、忍者武芸帳、1967年、絞り死刑、1968年、新宿泥棒日記、1969年など、政治的、社会的な作品をやつぎばに発表し、国内外での認知度も急速に高まった。 1971年、昭和46年には、創造者時代の集大成とも言われる儀式を発表。同作は、キネマ旬報ベスト10の第1位に選出された。翌1972年、昭和47年の夏の妹の発表後、創造者は、翌1973年、昭和48年7月に解散した。その後は、映画制作の資金を稼ぐために、 テレビ出演などの活動を行った。1975年、昭和50年、新たに、大島渚プロダクションを設立。愛のコリーダの制作に着手した。1976年、昭和50年、安倍忠し事件。1936年を題材に、社会の底辺に住む男女の性愛を描いた、愛のコリーダを発表。同作は、検閲を避けるため。 若松浩治とアナトールドーマンのプロデューという日仏合作で制作され、撮影済みのフィルムをフランスへ直送して、現像と編集の作業を行い、タイトルクレジットはフランス語で書かれていた。第29回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に出品され、ハードコアポルノを思わせる過激な性描写が観客や批評家の間で話題となった。同作は、 シカゴ国際映画最新サイン特別賞や、英国映画協会、サザーランド杯を受賞したが、日本ではエイリ林によって大幅な修正を受けた。2000年のリバイバル上映の際には、修正箇所は大幅に減ったものの、依然としてぼかし修正が入り、日本では現在でも完全な状態での視聴は、不可能となっている。また、1979年、昭和53年に、 同作の脚本や宣伝用スチル写真などを掲載した書籍、愛のコリーダが出版された際には歪説物販布、等の罪で起訴された。大島が刑法175条は憲法違反であると主張した点は認められなかったものの、1982年、歪説ものとは認められず、無罪となった。同年、東映の役ザ映画大作。 日本の黒幕の監督に抜擢されたが、脚本の最終段階で降板。その後は、日本国外資本での映画制作が中心となり、1978年、昭和53年に、再び日仏合作による愛の亡霊を発表。性的描写は前作よりは抑制されたが、不倫した妻が愛人と共謀して、夫殺しに走るという前作と、 類似する題材を扱った。同作は、第32回カンヌ国際映画祭で、監督賞を受賞。1983年、昭和58年には、ビートたけしや坂本隆一、デビット・ボーイなど、異色のキャスティングが話題となった国際的合作、戦場のメリークリスマスを発表。第36回カンヌ国際映画祭に出品された際には、 パルムドール最有力候補と目されたが、無冠に終わった。同作で、初めて映画音楽を担当した、坂本隆一は、英国アカデミー賞作曲賞を受賞した。1986年、昭和61年の、マックス・モンアムールでは、人間とチンパンジーの愛を描いた。同作は、主演にシャーロット・ランプリング、脚本にジャンイコール、クロード・カリエール、撮影監督に、 ラウール・クタールを起用し、全編フランスで撮影された。1990年代には、早川雪州とルドルフ・バレンティノの関係をお題材に、下、ハリウッド前の制作に着手。早川役には再び、坂本隆一、バレンティノ役には、アントニオ・バンデラスを起用した、撮影開始直前に、資金不足により制作中止となった。その後は、BBC の依頼を受け、京都、 マイマザーズ・プレイス1991年や日本映画の100年1995年といったテレビドキュンタリーを制作した。1980年代後半からは朝まで生テレビのレギュラーパネリストとなりテレビ番組のコメンテーターとしても活動した。大島は映画制作の資金捻出が目的ではなくテレビに出演するのが生きがいであると語った。事実。 最後の30年間は、他社出身による日本の映画を監督したのみであり、病針もあって、自己資金で映画をプロデュースするような活動は、停止していい。その他にも1980年、昭和54年には、日本映画監督協会の理事長に就任し、1996年、平成8年まで歴任した。1996年、平成8年1月下旬、 10年ぶりの作品となるゴハットの制作を発表。しかし、同年2月下旬に渡航先のロンドンヒースロー空港で脳出血に見舞われた。その後、3年に及ぶリハビリを経て、1999年、平成11年にゴハットを完成させた。同作では、ビートタケシと蔡陽一という二人の映画監督が俳優として出演し、 大島は二人に撮影現場でのサポート役を託したと言われている。同作は翌2000年、平成12年の第53回カンヌ国際映画祭に出品され、第42回ブルーリボン賞では作品賞、監督賞を受賞した。また、1999年12月15日には同作の撮影現場を映したテレビドキュメンタリー、1999大島。 渚映画と生きるが NHKBS2 にて放映された。2000年、四樹褒賞を受賞。2001年、平成13年6月には、フランス政府より、フランス芸術文化勲章オフィシエ賞が授与された。その後、再び病状が悪化し、リハビリ生活に専念した。2006年、平成18年、映画の著作権問題を問う映画監督ってなんだ に出演した。また、同年2月26日には、同品の披露会見を兼ねた日本、映画監督協会の創立70周年祝パーティーにも、歴代理事長として壇上に上がった。公の場に姿を現すのは4年8ヶ月ぶりであった。2008年、平成20年7月28日に放映された、テレメンタリーパーちゃんと見つけた宝物をなぎさ、小山明子の絆や、 同年8月17日に放映された、田原総一郎ドキュメンタリースペシャル、忘れても、一緒、において、神奈川県鎌倉市の聖テレ寺ア病院で、言語症と、右半身麻痺のリハリに励む姿がオンエアされた。2013年、平成25年1月15日午後3時25分、神奈川県藤沢市の病院で肺炎により死去。改名は、大活無量孤児。 不法を受けて、坂本隆一や岩井俊二、松尾隆史などが、自らのツイッターで、大島への追悼の辞を発した。大島と同世代の映画監督であり、同じく松竹ヌーベルバーグと呼ばれた、篠田正宏は、僕と大島戦友だったと相席の念を語り、田原総一郎は、大島さんは、頼れる兄貴みたいな存在だったと語った。 戦場のメリークリスマスに出演したビートたけしは、大島との出会いを夢のようだったと語った。また、大島と親交のあった映画監督の帯、森道彦は、大島の不法にショックを受けて体調が悪化し、3日後の1月18日に敗血症で死去した。1960年代から1970年代前半にかけて発表された作品は、 安保闘争を描いた日本の夜と霧1960年や死刑制度を扱った絞り死刑1968年冠婚葬祭を通じて戦後民主主義を総括した死刑1971年などその高い社会性や政治性が特徴と言われており大島は権力機構に侮蔑される人間の屈辱感を描き出し 自身も権力に闘争的に対峙する姿勢を貫いた。1970年代後半からは検閲への抵抗と日本映画史に前例のない作品の制作としてハードコアポルノへと傾倒し、愛のコリーダ1976年や愛の亡霊1978年を日仏合作で発表した。また、1980年代以降は、 戦場のメリークリスマス。1983年や制作中止となったハリウッド戦など国際的合作を制作した。大島はこれらの海外資本での制作理由を日本には刺激がないからと述べた。また、役者を本業としない人物や素人に近い新人俳優を多く起用した。その代表例には、 戦場のメリークリスマスに出演したビートたけしや坂本隆一、愛のコリーダの松田栄子が挙げられる。無理心中日本の夏、1967年では風天族だった桜井恵子を抜擢し、その他にも日本春夏行、1967年では荒木一郎、新宿泥棒日記、1967年では横尾ただ乗り、帰ってきた酔っ払い。 1968年ではザ・フォーク・クルセダーズ、夏の妹、1972年では新人の栗田博美を起用した。1950年代後半から人気ファッションモデルとして活動していた吉村マリに女優への転向を促したのも大島であった。大島に影響を受けた映画監督はテオ・アンゲロ・プロスやベルナルド・ベルトルッチ、アレクサンドル・ソクーロフ、 マーティンスコセッシペドロ・アルモドバル、チェンカイコーなど、世界中に存在する。戦場のメリークリスマスに出演し、後に映画監督となった北野武も、大島の影響を公言している。また、ジャンイコール・リュック・ゴダールは、ゴダールの映画史、1998年において、溝口賢治、小津康二郎、弟子河原博と共に、大島を取り上げた。また、 オダールは、本当の意味でのヌーベルバーグの最初の作品は、青春残酷物語、1960年であるとしている。韓国の文化人との対談において、相手に対し、バカ野郎と発言し、問題となったことがある。1990年10月23日、結婚30周年パーティーを開いた際、大島は、壇上で祝辞を述べる予定だった。 野坂秋雪の名前を読み上げるのを忘れ、何時間も待たされるうちに命定していた野坂に、祝辞を読み終えた直後に左方を殴られた。口を切り、メガネが吹っ飛んだ大島は、持っていたマイクで、野坂の頭を二発殴り返して応戦した。後に二人は互いに反省文を書いて送り合った。この乱闘騒ぎについて、妻の小山は、お互いの存在を認め、これまで以上に交流が深まった。 どちらも大酒飲みでやりたいことを貫いて生き抜いた。スケールの大きな男たちだったと実会した。京都大学在学中には学生運動を経験し安保反対と米軍撤退を主張していた。一方で規制の左翼の権力主義的な行動を非難し続けた。西山事件1971年については言論の自由というような抽象的な問題に 立ち戻ってはいけない。佐藤首相の人間的反応に振り回されてはいけない。問題はあくまで佐藤内閣が私たちに何をしたかだと述べた。妻は女優の小山明子。妹の大島栄子は女優、プロデューサーで大島プロダクションの代表を務めた。美術監督の戸田重政は栄子の夫で議定にあたる。長男の大島氏は 東京工芸大学芸術学部の教授であり、専門はビジネス実務とパフォーマンス研究である。次男の大島真は、ノンフィックス、ザノンフィクション、情熱大陸、課外授業用こそ先輩、私が子供だった頃、そのコーンという生き物などを手掛けている、ドキュメンタリー作の監督。映画。テレビ。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。